9、あと3回、はい、うわっ10、あーあらあら、まいります。この後ね、予定ちょっと多すぎて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一人でも野球がね、楽しいなと思ってくれる人が増えればいいなと思うんで。行きました。おなじみ、カトリトレーナーです。どうもお世話になっております。お世話になっております。篠崎さんは今日は練習メニューはどんな感じでやられますか？トレーナーに任せた。でも篠崎さんも前15キロ痩せるために絞られてましたよ。あれから結構筋トレに入ってですよ。あ、体型もだいぶ維持されてますよね。取らないようにしてるけど、ちょっとあの旅行で旅行で食べ外しすぎました。ちょっとその旅行の分を取り返すべく、そうだね、今日ちょっとここから、はい、締めて締めていこうかなって。はい、わかりました。うわーよっしゃー、1、すげー、2、3、9、あと3回、はい、いけるいけるいける、まだやりますよ。くそー、近い。はい、はい、押して、押して、頭押し付ける、頭押し付ける、上がる、上がる、上がる、よし、はい、あー、右が痛い、よっしゃー、死ぬ、ね、いやー、すごいっすね。いけすごいですね。65キロ。まだ一セット。セット目ですか。これを通常は何回やられてるんですか。大体3、4セットぐらいじゃない。3、4セットですか。朝からすごいですね。トレーナーいないとできないね。あー、だいぶ追い込んでますもんね。一旦休憩して。まだやりましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい。1、2、3、4、5、12、13、14、はい、18、はい、19、エモリパッツ、押して、頭押し付ける、 OK、 ああああ、いやー、酸欠、追い込みますね。社長多分これの倍ぐらいだ。倍ですか。イエーイ。10回いきましょう。これより軽いのが一発だった。多分脂肪がだいぶついて太い腕になってきた。うわー、すごい。この朝のトレーニングあれだけど、あの24時間使えるからさ、会社の福利厚生でね、社員の人とか関係ある人使えるんで、社員の人はぜひ朝絞ってやっていただきたいですね。そうだね、時間の都合とかもあるから、うんうん、夜とかでもいいけど。8、9、10、はい、絞って絞った。絞ったまま上げる。そう、ラスト。はい、OK。これは辛い。きつい。これは辛い。これは辛い。やばい。大丈夫ですか？はい。6。さっきより行きますね。お疲れ様です。お疲れ様です。朝からすごく絞りましたね。やったね。やりましたね、うん、追い込んで。次はどちらで？会社戻りますよ。あ、会社戻って、うん、今からお仕事というところです、ね。あ、でもその前にあれだ、恒例のすき家に行って、はい、朝定食を食べて、はい、それ食べて朝じゃあ仕事やるぞって感じなんですね。はい、なるほど。この後の予定とかはどんな感じなんですか？この後ね、予定ちょっと多すぎて、はい、一個ずつ言えないけど、面接、はい、面談もうぎっしぎしですね。これが例の朝食ですか？そうなんです。時間あるときは朝、はい、食べて、大体週の初めにやることが多いから。うん、土日明けのさ、月曜日って一般的になんか憂鬱になる人結構いるじゃん。俺らはもともとそういうのあんまないけど、うん、まあ、ただとはいえやっぱ日曜日休みのことが多いからさ、一発活入れるのがいいよ。テストステロンって、うん、そういうなんか筋トレ系の活力系のホルモンですよね。体が動くようになるから、うん、朝から動くようになる。健康的な食事ですね、これは。うわ、うまそう。最高だわ。お疲れ様でした。お疲れ様です。1件ですかね、終わられて。い
今1件ですね。はい、1件終わられて、はい、またこれからもミーティングが続くってお聞きしたんですけども。そうですね、面接とミーティングと、はい、忙しくさせていただいてますね。はい、月100件って1日で換算するとやっぱり 4,5 件ぐらいやっぱ入ってくる感じなんですね。そうだね、出勤がまあ週で5回だとすると、あ、1日5件ぐらい、まあ、波はあるんで、2件とかの日もあれば7件とかの日もあるんで、まあ、土日もやったりするからね、実質はもうちょっと多いかもしれないけど、入りたいと思ってくれる人多いんで、まあ、そこに時間割きたいなと思うんですけど、応募も多くなってきてると思いますし、精査してるんで応募数は上がってるんですけど、面接数はもう俺のキャパが決まってるんで、でもこれからまあ採用担当とかね、人事の担当とかっていうのをもう少し増やして、面接できる方を育成して増やしていく予定なんで、いい人材が入ってくるのが楽しみですね。うん、もちろん。じゃあ、はい、じゃあちょっと密着まあ午後からできればと思いますので。そうだね、はい、まあ、まだ10時だしね。そうですね、朝電話してるけどいや10時って感じしないですね、本当に。もう昼過ぎぐらい、昼過ぎぐらいのすごい密度濃い密着になっております。じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ブース出させてもらってね、うん、あの試合に来た人に道具を消してもらって、うん、っていうのをちょっと手伝えば、おー、はい、特別なあれでスターナイトっていう。そうっすよね、これは横浜の、まあ、応援団ユニフォームで、ちょっと、まあ、篠塚さんのボランティア活動をちょっと撮影しながら、来てくれた人はしっかり次の世代にね受け継げるようにやりたいなと。素晴らしい企画っすよね、こういうの。最高です。いやー、本当に。じゃあちょっと頑張ります、撮影。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。だいぶ集まりましたね。ね、すごいね。ボランティアも結構続いてるんですね、これって。この法人ができてから4年目とかじゃない。はい、イーライオンサポートしてからも4年目だね。カンボジアとかいろんな人にこう届くみたいな。そう、なんかやっぱ日本で使えないやつとかさ、はい、企画的にできないやつとかがあるから、そういうのは海外に支部があるから、そっちに送ってやってるって感じだね。まあ、ちょっとこういう活動を通して、なんか ね、一人でも野球がね、楽しいなと思ってくれる人が増えればいいなと思って。じゃあちょっと引き続き撮影します。はい。長丁場、お疲れ様でした80個、まあ、100個近くかな。そうっすよね、来てくれて。ポータル、なかなかこんな集まらないっすよね。すごいよ、はい、わざわざ道具持ってさ、はい、電車で重たいじゃん、ボールとかさ、バットとかも。いやー、ほんとそうっすよね。あれを持って来てくれたからさ、行動がね。ちなみにイライフグループ自体もなんかこういった活動とか精力的にやってるとか他に何かあったりしますか。やってる人が個人とかね、はい、恵まれない子供たちのところに寄付とかね、持ってったりしてる。野球以外にも野球の関連は、まあまあ、もともと僕がその活動の代表理事とつながりがあって、まあ、会社に入って、はい、社長にこういう活動やってるからぜひ賛同してくれと。絶対に共感できるんで、賛同して、あの野球人口盛り上げましょうみたいな。そうですね、ほぼ幹部は経験者だ別に野球縛りしてないけどね、全然。そういうのがなんか広がればいいですね。だね。今日はこんな感じで、じゃあ本日は篠塚さんの野球の、まあ、ボランティア活動内容についてちょっと密着いたします。本日ありがとうございました。